チューブを肩幅に踏み、気をつけの姿勢でチューブをピンと張ります。手のひらを前に向け、力こぶを出すように腕をゆっくり曲げます。この時、肘は動かさないで体につけたままにします。そして上げた時に手首が曲がらないようにまっすぐにしてください。手首が曲がっていると痛めることがあるので注意しましょう。力こぶの出るところの筋肉を意識しながらします。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。振袖さよなら体操。チューブを長めに持ち、肘を上げて、手は頭の後ろからゆっくり上に伸ばします。そしてゆっくり戻します。戻すとき、肘は下げないように上げたままにします。肘や腕、肩の痛い方は肘を体の横で曲げて、ガッツポーズの位置からゆっくり上げてゆっくり下ろします。決して無理をしないようにしてください。二の腕を意識しながらします。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。肩こりさよなら体操。チューブを肩幅に踏み、気をつけの姿勢でチューブをピンと張ります。肘は曲げないで伸ばしたまま、肩をゆっくり上げてゆっくり下ろします。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。バストアップ体操。チューブを脇の下に通し、両手を広げて胸を張り、肘を少し曲げます。ゆっくり肘を伸ばしながら両手を前で合わせ、ゆっくり戻して、横で肘を少し曲げ胸を張ります。胸の上の筋肉を意識しながらします。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。天使の羽体操。チューブを肩幅で持ち、前からゆっくり引いてきます。そして少しチューブを伸ばしながら肘を後ろへ引き、肩甲骨を寄せます。この時、
脇は締めないようにします。またチューブを伸ばしすぎないように注意してください。そしてゆっくり戻します。肩甲骨が動いているのを意識しながらしましょう。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。お腹引き締め体操。チューブを脇の下に通して短めに持ちます。足は肩幅に開き、おへそは前に向けたまま、動かさないで上半身をねじります。ねじる方の肩を後ろへ引くと自然に腰がねじれるので、肩を引きながらゆっくり肘を伸ばしてゆっくり曲げながら正面に戻します。体を倒さないように注意しましょう。ねじれている方の脇腹を意識しながらしてくださいね。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。反対側も同じようにします。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。スクワット。肩幅にチューブを踏み、つま先から膝が出ないように、つま先と同じ方向に軽く膝を曲げます。そして腕を下ろしてチューブをピンと張り、ゆっくり膝を伸ばし、そしてゆっくり戻します。この時肘は曲げないで伸ばしたままにします。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。ヒップアブダクション。チューブを膝上10センチくらいで結びます。椅子などに手をついて背筋を伸ばして良い姿勢で立ちます。つま先は前に向けたまま、かかとから横に上げていきます。まあ横にボールを転がすような感じでゆっくり上げてゆっくり戻します。股関節の外側の筋肉を意識しながらします。
それでは始めます。せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。反対側も同じようにします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。ヒップアップ体操。椅子などに手をついて背筋を伸ばして立ちます。膝を伸ばしたまま足を後ろへゆっくり上げ、そしてゆっくり下ろします。お尻の筋肉を意識しながら行います。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。反対側も同じようにします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5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 、2、3、4、5、6
に手をついて背筋を伸ばし、良い姿勢で立ちます。膝を直角に曲げてゆっくり上げ、つま先は前に向けます。この時体が後ろへ倒れないように上へ引き上げ、そしてゆっくり戻します。足の付け根を意識しながらします。それでは始めます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、反対側も同じようにします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3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 、2、3、4、5、6
三四五六七八四二三四五六七八五二三四五六七八